日本の木村君信スタートしました。日本の木村スタート、まず最初のスタート直後の急斜面から中斜面に入っていきます。さあ攻めるだけ、攻めるだけの木村、中斜面の滑り、ここまではどうやらリズミカルに来ています。さあ中斜面、中斜面で横に振ってあるオープンの旗門を今通過していきます。そしてこの後中斜面から急斜面に入っていく斜面の変わるところです。さあ急斜面に入ってきました。中盤でのタイミングポイントはどうでしょうか。中盤ではどうか、0秒19遅れました。現在トップのフランスのシェナルに0秒19遅れて中間点を通過しています。そしてこの急斜面の後半に差し掛かりました。急斜面の後半もオープンの旗門が左右に振ってあります。大歓声の中を滑り降りてきます日本の木村君信。そして急斜面が終わりました。終盤の緩斜面に差し掛かりました。コンビネーションの旗門を通過して、そして左右のオープンゲートを通過しました。ヘアピンを通過して、さあ間もなくフィニッシュだ。フィニッシュはどうか、木村君信フィニッシュしました。0秒64遅れました。この時点で第4位木村君信、この時点でメダルの望みはなくなりました。ブロースがどんな滑りを見せるかどうか、今スタートを切りました。ノルウェーの22歳ハンスペテル・ブロースです。序盤の中斜面に差し掛かっていきます。この辺りは前の2人もいい滑りをしているというのは十分分かってるでしょうね。分かってますね、はい、ただ今シーズンから好成績を上げた選手ですかね、この大舞台、はい、オリンピックということを意識しないでですね、どんどん行ってもらいたいですね、はい、今急斜面に入ってきました。中盤のタイムはさあどうでしょうか。0秒58上回りました。0秒58上回っています。1本目も2位につけましたハンス・ペテル・ブロース、0秒58累計のタイムで上回って後半に入ってきました。男子回転の2本目です。1本目成績2番のハンス・ペテル・ブロース。さあそしてこの急斜面の後半もうまくクリアして緩斜面に入ってきました。これはペテル・ブロースいいようですね。リズムがいいですね、はい、状態が安定してます。ノルウェーの若手急成長。さあハンス・ペテル・ブロース今フィニッシュしました。1秒33上回りました。トップに立ちました。これでこの時点で上位3人はノルウェー勢です。ペテル・ブロース1位、そしてフルセト2位、スティアンセン3位という、この時点でノルウェー勢が上位3位までを独占しています。そしてこのノルウェー勢の上位3位独占の一角をさあ崩すことができるか、1回目トップのトーマス・ストラです。昨シーズンワールドカップこのスラローム種目別のチャンピオン、トーマス・ストラスタートを切りました。さあスコーラの滑りに注目です。序盤の中斜面、もうこのトーマス・ストラ以降はかなり1回目の成績が劣る選手になります。さあトーマス・ストラ、さあ間もなく中斜面からこれから急斜面に入ってくるところです。序盤の中斜面どうでしょうか。前半はですね、はい、非常にスキーを滑らせてます、はい、ただですねちょっと乗る位置が前後行ってますから、ちょっと失敗は心配ですね、はい、中斜面に入ってトップからは0秒53遅れました。ちょっとタイミングを、うん、ちょっとリズムを崩しました。いやトーマス・ストラこの1つのミスがですね、はい、コンマ3ぐらいはすぐ遅れてしまいますからね。トーマス・ストラが急斜面でバランスを崩しました。そして急斜面の後半に入っていきます。現在1位2位3位はノルウェーが独占しています。その一角を崩すことができるかどうか、1回目トップのトーマス・ストラ、急斜面終わりました。緩斜面に入ってきました。フィニッシュラインが近づいてきた。トーマス・ストラさあフィニッシュはどうか、フィニッシュは第3位です。フィニッシュは第3位です。トーマス・ストラフィニッシュは第3位。